こんにちは、アスキー編集部です。ここが変わった Windows 11ということで、新しい OS Windows 11のちょっとしたチップスをご紹介していきます。Windows 11では右クリックメニューが進化しました。まずはデスクトップで試してみましょう。画面向かって左が Windows 10で、右が Windows 11です。 Windows 11ではメニューの左側にアイコンが表示されるようになりました。順番に見ていきましょう。表示、並べ替え、最新の情報に更新、新規作成、ディスプレイ設定、個人用設定、 Windows ターミナルで開く、その他オプションを表示とあります。ちなみに一番下にあるその他オプションの中には Windows 10の右クリックメニューが格納されています。あ、貼り付けがないと思った方もいると思います。ご安心ください。一旦新しいフォルダーを作ってさらなる違いを見てみましょう。新規作成、フォルダー、開きます。どこが変わったでしょうか。上が Windows 10で、下が Windows 11です。一目瞭然ですね。ツールバーからリボンと呼ばれていたあの分厚いメニューとタブがなくなりました。その代わり超厳選されたアイコンがシンプルに並んでいます。新規ファイルを作ってみましょう。左上のフォルダーメニューからでもいいし、もちろん右クリックメニューからも作れます。作成したファイルを選択すると、はい、メニューのアイコンが濃く表示されて有効になりました。左から切り取り、コピー、貼り付け、名前の変更、ファイル共有、削除。出ました、貼り付け。いや、でも右クリックなんだよねってことでわかります。では右クリックメニューはどうなったのか。じゃん、なんと一番上に同じように作業アイコンが出現するんです。おーっと思いきや、また貼り付けがない。貼り付け、ここで思い出してください。貼り付ける、その行為をするにはすなわち貼り付けるものが必要ということです。コピーしましょう。そして貼り付けたいところで再度右クリック。はい、出ました、俺たちの貼り付け。つまり貼り付けるものがある時だけ貼り付けのアイコンが出てくるのです。いや待てよ、どこでもそうなのか。場所を変えてデスクトップでも試してみましょう。うん、出ました、貼り付け。まあ正直キーボードのコントロール V で貼り付ければいいだけなんですが、キーボードがない環境では不便ですよね。無事に発見できたということで、右クリックメニューの解説に戻ります。ファイルによってはプログラムから開く、 ZIP ファイルに圧縮するなどのメニューのほか、ファイルの場所をテキストで抽出するパスをコピーする機能が入りました。その名もパスのコピー。ゴーミナガフに言うとパスのコピーです。フォルダーメニューの解説に戻りましょう。この共有アイコンを押すとメニューが3つ出てきます。ここで近距離共有って？と思った方もいるかもしれません。案外知らない人もいるようですが、これは Windows 10でも使える機能で、 Wi-Fi や Bluetooth を使って近くの PC にファイルを送れるファイル転送機能ですね。 iPhone の AirDrop みたいなものです。仕事用の PC ではセキュリティの問題に注意してお使いください。表示も一つのメニューにまとまりました。さらに Windows 11ではコンパクトビューという設定があります。これは何なのか、有効にしてみましょう。はい、なんとナビゲーションウィンドウの表示間隔が狭まります。あ、表示の中にまた表示があると不思議に思うのですが、こっちが真の表示だとかではなく、より細かくカスタマイズしたい人のためにプレビューやチェック項目、隠しファイルの表示設定を変更できるようです。拡張子の表示、非表示などはここから設定しましょう。ちなみに右側の点点点の中にはプロパティやフォルダーオプションが隠れています。以上、右クリックメニューやツールバーがすっきりした Windows 11でした。 ASCIIJP では Windows 11の記事を様々な角度からご紹介しています。動画と合わせてぜひチェックしてみてください。右クリック。